金のなく死ぬのを肯定する人たちというタイトルにしたんですけど、自殺者ってその日本の場合って大体その経済状況に比例してたんですよね。その景気が良くなると自殺をする人が減ってって、景気が悪くなると自殺をする人が増えるとっていうのが、まあもともと数値としてあるんですけど、でもそもそも論お金の金額でいくと他の国よりめちゃめちゃお金持ってるんですよね。日本でお金がないって言われる年収200万円ぐらいの人って東南アジアとか行ったら大金持ちなわけですよ。その年収100万円以下で暮らしてる人っていうのは世界中ほとんどで、実はお金じゃないでしょっていうところが、あの自殺する人の理由としてあるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、他の国で自殺率高いところって、その韓国とかロシアとか自殺率めっちゃ高いんですよ。なんでじゃあ韓国とかロシアっていっぱい自殺するのっていうと、日照時間が短いんですよね。日光を浴びることによって人間ってビタミン D が生成されるんですけど、ビタミン D が足りなくなるとうつ病になりやすくなるんですよ、人間って。今そのロシア韓国って言ったんですけど、そのアメリカって国土広いじゃないですか。でその南部とじゃあ北部で、北部のワシントン州シアトルとかめちゃくちゃ自殺多いんですよ。要はその日照時間が短いから。で南部って自殺率低いんですよ。でじゃあ南部と北部どっちが金持ってるかっていうと、北部のが金持ってるんですよ。このシアトルってあのマイクロソフトとかアマゾンとかが生まれてて、イチローさんが働いてたシアトルマリナーズとかがあったりっていうので、であとスターバックスもシアトルかな、っていう感じで、割とその事業がきちんと生まれてたり金持ちの企業もあって、平均年収も高いんですけど、自殺者めちゃくちゃ多いんですよ。結局それって日照時間結構重要なんですよ。そのアメリカの場合ってそれが分かってるので、あのワシントン州に住んでる人ってビタミン D の錠剤とかよく飲んでたりするんですけど、おじいちゃんその話100回聞いたよ。でじゃあ日本の場合どうなのっていうと、日本の場合って新潟とか東北とかは自殺率高いんですよ、あの日照時間が短いから。じゃあ新潟とか東北はしょうがないよねとしても、じゃあ東京って日照時間長いんですよ。夏めちゃくちゃ引いてってるじゃないですか。なのでその実は日照時間ベースで考えると、日本ってそこまで自殺率が高くなる必然性があまりないはずなんですよ。でじゃあ平均収入で言ったら、別に他の国に比べたらめちゃめちゃ収入あるわけじゃないですか。で金がなくなったら生活保護とかもらい放題だよねっていうのが東京だったりっていう日本の状況なので、じゃあなぜ日本の人は死ぬのかっていうところに多分行き着くんですけど、日本の自殺する理由の1位って健康問題なんですよ。不治の病になりました、癌になりましたとかで、めちゃくちゃ痛いですとか、でもこれ以上生きてても治ることもないし、もう痛いから、じゃあ死ぬかっていうので健康問題で自殺する人が多いんですよっていうところが前提ですと。で今のそのコロナ禍において、その経済を回さないと人が死ぬって言い出してる人たちって結構ちょこちょこいるじゃないですか。まあ、あの昨日のアベーマプライムでもあのそれを言ってた人がいるんですけど、僕その人たちが金がないと人は死ぬのが当たり前だよねっていう価値観を作ってる人たちだと思ってるんですよ。日本って生き恥を晒すっていう表現があるんですけど、武士が恥をかかされた場合は相手を殺すか自分が死ぬかっていうどちらかの選択を取らなかった場合は、それは恥ずかしいやつだって言って周りから非難されるっていうのがあったんですよ。例えば農民とかにバカにされた場合は相手を殺す。でその相手が自分より偉い人だった場合は腹を切って苦情を伝えて死ぬっていうのが、その生き恥を晒さないっていう生き方だったんですよ。何かその恥になるような行為があった場合は、もう死ぬべきか相手を殺すべきかどっちかだよねっていう価値観があったんですよ。でそれが当たり前だったんで、あの時代は。今の時代ってお金なんかなくたって全然暮らせるんですよね。あの明日天界一無職会っていう、あの無職だったり生活保護をもらってる人たちが、あのどれぐらいクズで、あの楽しい生活をしてるかっていう、あのしょうもないものを紹介するのは、あの死んだ魚の目をしてるデブで性格の悪いひげおじさんという人とやるんですけど、正月三が日の最中にあの無職の人たちを笑うっていう、かなりあの悪趣味なのをやるんですけど、まあ、じゃあそういうすげえ金なんかなくても楽しく暮らしてるよねっていう人たちがいっぱいいるのにもかかわらず、金がなくて死ぬのが当たり前だよねっていう価値観を作ってる人たちって、僕はある種その自殺を増やしてる気がしてるのですよ。いやその金ないぐらいで死ぬのっておかしくねとか、うんこ食わないと死ぬとかおかしくねってなるじゃないですか。だって普通うんこ食わないよねと。でもなんか
金がなくて死ぬのって当然だよねっていう人って、金がないっていう理由で死んでもそれが当たり前だと思ってるし非難もしないじゃないですか。うんこ食わなくて死ぬって言ったら、いやおかしいよね、うんこなんて普通食わないからなんでうんこ食わないだけで死ぬのっていうふうに普通止めるじゃないですか。でそれが当たり前だよねって価値観になるべきなんですけど、なぜかその金がなくて死ぬのは当たり前だよねっていう価値観を育ててる人たちっていうのは、僕は割と世の中にとって良くないんじゃないかなと思ってるんですよ。コロナ禍で今年の緊急事態宣言があった時って、自殺者数めちゃくちゃ減ったんですよ。基本的にはその経済状況以外でその自殺率が大きく変わることってあんまりなかったんですけど、緊急事態宣言をやってお金を配ると日本人は死なないという事実が分かったんですよ。要は自殺者を減らしたいのであれば緊急事態宣言のようなものをやると自殺者が減るよねっていうのは分かったんですよ。であとは働かないが原因だったのか、お金を配るが原因だったのか、みんな働かない、みんな外出ないが原因だったのか、まあとにかく何らかの理由があると人は死ななくなるっていうのは結構分かったわけですよ、日本は。なのでそのベーシックインカムなり何なりやるとか、そのなんか働かないやつ働かなくていいよねってやるとか、会社出勤しなくてもお金もらえるようにした方がいいよねっていうので、人が死ななくなる理由が何なのかっていうのをちゃんと探して自殺者を減らした方がいいと僕は思うんですけど、金がなくて死ぬのが当たり前だよね、あの人はなんか経済回さなきゃいけないとかって言って、コロナ禍でもなんか無理やり働くのが当たり前ですとかっていうにして、こう自殺者が増えてるような状況に手を貸してるんじゃないかなと僕は思ってたりするんですけども、はい。というわけで明日その天下一無職会というしょうもない無職を笑うっていうのをやるので、興味のある方は見てくださいというところで、はい。